さんのところ。いいと思う。どうですか。あ、どうも、はじめまして。あの、あれを伝えたいのか。あ、本当に。あ、でも。はい。ということで、高三歩同じ人になってないですから。ついに演説部と対面で。はい。いや、僕ライブはよく見させていただいて、ライブ後もちらっと見受けはするんだけど、ちゃんと話すのは初めて、うん、で、まあ、ちょっと無茶ぶりで、イベントの出演依頼をしたところ、まあ、ちょっとお客さんに聞いてみるということで、一応 OK だな、OK だな。場所は場所は結構いいと思う。まあ、音がしたから。M さん単独でやられたことがある。ああ、そこの中央公開の。ああ、そうですか。じゃあ、ぜひ、やりましょう。お願いします。早く業界盛り上げましょう。いや、その僕がタイルと音楽が親和性があって、ピタゴラスっていうのが、図形の繰り返し考えた人が、同じように、弦の長さで音階を作って、それが音楽に発展するっていうストーリーが、まあ、2人だったのに、まあ、話して、僕も会社名、ユークリって言って、音楽に知りますよ。いや、すごい。いい弦だなと思って、そういう流れが出て、頑張りたいですね。あ、今回ね、タイル叩いてたんだけど、今回はまあ、一応、ちょっとタイルも、もし、ちょっと焦げたら、タイル叩く。叩いてね。音がね、1000人ですから、ね、タイルを叩いて、どこまでいかないと、ちょっと心配だけど。じゃあもうぜひイベントよろしくお願いします。じゃあその、まあ、タイルと音楽の親和性があるっていうことで、ぜひなんならこのユークリッドっていう曲でも作ってもらいたい。いいですね。あれやりましょう。前向きだ。そしてそのイベントの時に演奏するね。ああ、初披露。そっか。説明します。どうしよう。これはあれなんですよね、あのピタゴラスの定義。ピタゴラス、はい、どういう曲がいいとかありますか。あ、なんか地方で変わるタイルっぽい。タイルってこう図形が合わさって分割してずれて離れてとか、そういうなんか音もないですか。音一つの主題から転調して、楽器が入れ替わって、主題が変わって、わかんないけど、でも作曲ってどうやってるんですか。どうやってますでしょうか。打ってきますか。理論もあります。あります。理論ありますよね。多分理論的にするとタイルっぽくなる。なんかキーワードいっぱい欲しいですよ。ちょっと考えておきます。すみません。あ、でもいい流れじゃないですか。あ、いいですね。嬉しい。これはいいぞ。じゃあ大阪でぜひ。はい。よろしくお願いします。お願いします。